YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ワイパーの中村です。鈴木です。はい、今回はこちらはユーロミリタリーのパンツのご紹介です。はい、はい、今回ご紹介するのはオランダ軍のチノパン。お、久しぶりですね。オランダ軍を皆様にご紹介する機会は。確かに、はい、そう、オランダ軍のこのチノパンですね、うん、まあ、たくさんこういうようなパンツって米軍だったりとかヨーロッパ問わずあるんですけど、はい、これ結構この時期いいなと思って。そうですね、はい、隠れた名作ですね、うん、やっぱオランダといえばダブルフェイスのイメージ強いと思いますけど、はい、このチノパンはかなり人気なんですよね。そうなんです、はいはい。まあ、ということで今回ですね、我々も履いていますが、うん、こちらのパンツ深掘りしていきたいと思います。はい、はい、ということで今回はこちらのオランダ軍のチノパンになります。はい、アイテムとしては、一応個体差前後するとは思うんですけど、うん、大体主に95年頃に、はい、使用されていたパンツですね、うん、はい、はい。でまあ、非常にシンプルなチノなんですけど、まあ、結構映像で見ても分かる通り割とゆったりめですですね、はい。まあ、展開サイズとしても52からで54、58とあります、はい、大きいサイズがありますね、うん、はい、ですね。なんで中村さんで今が52ですね、はい、これが今現状の展開サイズは一番小さいサイズです。小さいこれでも、うん、はい、で自分で54、はい、まあ、かなりウエストは大きいんですけど、そうですね、まあ、ベルトを絞ってあえてちょっとオーバーサイズルーズめに合わせてみました。はい、そうですね、はい、うん。でこれですね、他にも特徴としてはこうさりげないタック入りなんですよね、はいはい。まあ、M52 だったりをはじめタック入りのパンツはもうここ数年非常に人気だと思うんですけど、はい、まあ、これもですねさりげなくこう渡りにかけてですねゆったりと広がったワンタックシルエットになっています。うん、はい、そしてこちらサイドのポケットをですねついていて、でこの手のパンツって結構バックポケットないデザイン多いんですけど、うん、これはですね嬉しい、ちゃんと片面ですね一箇所にポケットがつきます。そして、まあ、ベルトループであったりとかも、ある程度ですね幅広のものだったりも使用できる、かつジッパーフライのチノですね、はい。でこれ何がいいのかっていうとこの素材感ですね、うん、はい。まあ、非常にですね程よいオンスのチノクロス、うんうん、でしかもコットン100、はいはい、この辺がですね結構洗い込んで、履き込んでいくとですね非常にいい雰囲気になると思います。いやすごい本当に涼しいですね、肌触りすごいいいですし、うん、はい、やっぱこの質感が本当今からの時期に最適。そうなんですよ、結構雰囲気でいうとラルフローレンのチノとか僕持ってるんですけど、あ、まあ、確かに履き心地としてはそれに近いかなという感じですね。そうですね、なんか雰囲気的にもちょっと似た、うん、似てますね。そうなんですよ、はい。ただこれですね一つ注意したいのが、うん、オランダ軍なんですよ。侮るなかれ、はい、世界で一番平均身長が大きい。そうなんです、はいはい。まあ、ということで、はい、これですねちょっと吊るしてても分かるんですけど非常に股下が長いんですよ、ね。いやこれ大きいのも否めません。だって52でウエスト96ですから、はい、私超ハイウエストでベルトで絞ってますし、はい、ロールアップなんてこれ股下も多分90近くあったんで4回ロールアップしてますからね。4ロールでこれくらい、はいはい、なのでちょっと私はですねこちらも私物で愛用しますということで、はい、もう今事務所でですね、うん、ミシンかけちゃいました。すごいですね、はい。これで今67、また下67にして、はい、まあ、腰履きにして2回ロールアップするとだいたいこれぐらいなんですよね、はい。あ、まあ、けどそんぐらいになるとだいぶスッキリしますね。そうそうそう、今の私と比較するとやっぱ全然溜まってないですしね、うん、はい。まあ、ジャストの股下ぴったりで履くとこんぐらいなんでだいぶ短いですよね、はい。ウエストは結構だって54でしょそれ。はい、そうなんです、ウエストは大きいんですけど、うん、ただ僕結構ですね M52 のチノとかもオーバーサイズをあえてベルト絞って履いてるんですよ。まあ、確かにユーロミリタリーのボトムスを探す上でもうベストのウエストなんて贅沢なことは言ってられないんで、うん、はい、大きい分には全然大丈夫ですもんね、うん、はい。なんで、まあ、こちらの52でも十分入るんですけど、うん、このちょっと大きめにガチャベルだったりとかでギュッと絞って、はい、うん、これぐらい少し短めの丈に感にして履きたいかな。確かにな、なんかスケーターっぽい感じにしたいなと。なんでこれ結構いいかもですね、うん、生地もそんなに分厚すぎずっていう感じなので、うん、夏場もそこまでですね暑苦しくならない感じで履けると思います、うん、しかも嬉しいデッドストック。いやすごい、はい、そう。なんでこれはですね本当に皆さんお好みの丈にカスタマイズして履けるようなパンツだと思いますので、うん、かなりいい感じだと思います、はい。うん、
まあ、中村さんくらいにこれぐらいこう結構ズドンとした感じで履くのも可愛いですし、ね、ストリートっぽく履くなら、うん、まあ、けどやっぱ綺麗にちょっと自分もそれ見たらいいなと思って、はい、裾を綺麗に短くして履いたらさらにいいだろうな、うんうん、そうですね、はい、いやこれ気に入ったな本当、これいいですよ本当に、めっちゃ涼しいです、本当肌触りがいい、ね、うん、しかもなんならこう結構渡りが広いから、はい、風もスースーして、うんうん、肌にまとわりつかずいい感じですね、はい、非常に春夏にぴったりなコットン製のチノパンとなっております、うん、はい、ということで、続いてはですね各サイズ、各スタッフの着こなし提案させていただきます。はい、中村サイズ52を着用してます。はい、ということで、まあこれはね動画でもお伝えしましたけど、やっぱ大きいのは否めません、はい、はい、だって100近くあって90近くまた下もあるからね、うん、だからスズキのを見て羨ましいなと思ったので、私もちょリサイズというか丈をきれいに詰めて履きたいなと思うパンツですね、うん、まあ、でもなんかちょっと余裕持って少しロールアップできるくらいで仕上げると、そう、ね、そう、1回2回を見越して、うん、まあ、それでもズバッといっちゃって自分の分はいいんで、うん、いやでもなんかすごい今これも結構オーバーのウエストなんで、うん、イージーパンツっぽくそうですね、ただやっぱ色味はすごいこの時期からいいと思いますし、マジでこのね風合いというかこの着心地がめっちゃいいですね、うん、確かに本当夏に最適なチノパンツ気がします、うん、だからまた下カットして履く予定です。私も鈴木の真似をします。はい、ご了承ください。62センチ、 60でいいかもしれない、はい、まあ、それぐらいのいいパンツです。あのデザイン品質生地感は最高だと思いますので、皆さんもサイズをリサイズしてぜひ履いてみてください。はい、鈴木はですねこれで54を履いています。まあ、ウエストは大きいんですけど、先ほども言った通りですね丈を思い切ってカットしました。ですね、だいたい股下で67センチで合わせて2回ロールアップするとこれぐらいですね、うん、まあ、今はウエストちょっとジャスト目で履いてるんですけど、腰履きにするとこんな感じ。いや、いいっすよ、マジで全然シルエット変わりましたね、綺麗、うん、になった。そうそう、うん、で気持ちテーパードしてるもともとシルエットなので、うん、非常にこういう風な適正な丈に合わせるとですね、うん、綺麗な感じのテーパードシルエットになってくれると思います。羨ましいです、うん、いやこれいいですね、うん、皆さんまあ、僕の身長で67ぐらいなんで、はい、まあ、それを目安にですねちょっとお手持ちのパンツと比較してこれぐらいの長さで丈詰めしたいっていうので、うん、ぜひやってみるとおすすめします、はい、おすすめです、うん、はい、ということで私ですね着用しておりますのがサイズ58のサイズですね、まあ、かなりまあサイズとしては大きめなサイズなんですけども、あのベルトでグッと絞ってこんな感じのシルエットになります。やっぱりじゃあもう自分だとかなり太めが好きなので、こんな感じがかなりあのシルエットとしては大好きですね。まあ、今ちょっとどうしてもフランス軍のですね M52 とか買えない中ですね、こういった本当にベーシックな太めのチノパンがあるとすごくねあのコーディネートに役立つかなと思いますので、すごくいいですね。あ、ちなみにあのロールはですね5ロールしております。おお、5ロール結構しましたね。結構しました、うん、まあ、なのでこれ裾上げしてもらえればですね全然普通にあの履けるかなと思います、うん、一応まあロールしても結構本当あの生地が薄めなので、うんうん、意外とこのロールアップしてもゴロールしてももたつかないかなと思います。ゴロールにしてはそんなもたつかないような気もする。そうですね、はいはい、こんな感じでございます、はい、本当に何でしょう、生地も本当に軽めでね、うん、なんかこうベタつく、やっぱり夏場とかでもあんまり肌にひっつかなさそうなので、まあ、なんかいいですね、シルエットも太めっていうところもあるので、はい、そこはまあね間違いなくさらっと快適な生地感じゃないかなとは思う、うん。ちなみに自分だとあのボタンフライ の、 あのオランダ軍のチノパンの黒留め持ってるんですけども、やっぱりあの使いやすいんですよね、オランダ軍のチノって、うん、やっぱり米軍フランス軍が、手に入らない中、うん、こういったねベーシックな太めのチノパンお探しの方にはちょうどいいんじゃないかなと、はい、まあ、そうです。各国のチノパンツ合わせるのも楽しみかもですね、はい、はい、まあ、軍事のやっぱり気象になってきてますからね、どこの国も、うん、まだまだユーロは探せばですねこういった名作がありますよ、皆さん、うん、おすすめでございます。こんな感じですね。はい、私で174センチ70キロの私、最近ねちょっと71ぐらいかな、どうでもいい私でどうでもいいと、はい、で今52サイズを着用しています。この1キロはね前後しますので皆さん参考にできればと思います。大丈夫で触れんとこ。174センチ70キロで52サイズを着用してますね、はい、もうこんな感じでこのちょっとあの今骨盤よりちょっと少し高めのところで止めてまして、ちょっとねあの大きいサイズならではのちょっとね太いそういったシルエットを味わえるようなそういった
地のパンツじゃないかなと思います。なんかね、素材感も夏っぽい感じで、ちょっとこう冬用のチノパンっていうよりかは若干ちょっとライトオンス気味なあの素材感なので、これからの夏とかに向けてちょうどいいチノパンじゃないかなと思います。で合わせて、まあ、こういったねあのローファーを合わせて、なんかねシンプルなこういった白 T シャツで、そしてちょっとねリネンが入ってるこういった、ジャケットとか合わせるとちょっと様になるような、そういったサマールックになるんじゃないかなと思います。でこんな感じで中にはねこう普通に半袖に合わせてますので、こういったねあの、まあ、夏とかに向けて普通の T シャツにタックインしてもいいんじゃないかなと思います。いいですね、その太さが、うん、太さがね、いいね、うん、ちょっとまた切る、ちょっと待って、ね自分も今ちょうど着用してますけど、うん、なんかこの本当におっしゃっていただいた通り、あの薄さ、あの生地の厚みが本当になんかこう厚すぎず、うん、で本当に涼しげな感じですよね。そう、なんかね、なんかオランダ、フランスとああいうイタリア、あとはイギリスと比べてもちょっと若干薄手のような気がするので、うんうんうん、本当季節的には今にぴったりな、そうですね、そんな感じがするようなチノパンだと思います。はい、ということで今回はオランダのチノパンジッパーフライご紹介させていただきました、はいはい。まあ、非常にですね、先ほども言った通り今時期かなり即戦力として使えるパンツですので、デッドストックなかなか今のうちのアイテムだと思いますので、ぜひ。いや、いいですね。私もちょっとサイズのことを理由に敬遠してましたけど、それ見るとちょっといいなと思って、はい、パクるかもしれないです。いや、いいですね。中村さんの場合結構短い、はい、かなり短くて、いやけどそれいいな、はい、うん、なんで本当あのここら辺ですね、あの170cm67の股下、おすすめになっています、はいはい。ということでこちらですね、この動画の明日から販売開始させていただきますので、はい、概要欄のリンクぜひチェックしてみてください、はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。